そして3つ目は何といっても運動不足。やはり外に出ないということはですね、少しの距離でも歩くことがなくなるということですね。本当にそもそも歩くことがなくなってしまう。で、まあ、外出証明さえ書けば少しでも外に出てランニングをしたりだったりとかお散歩したりだったりとかができるんですけれども、まあちょっとその一手間がめんどくさいということがあったりですね、するわけです。で、またこれも2人の息子さんがいらっしゃる私の知り合いの方にお話を伺ったんですけれども、まあ、2人ともですね、ものすごいスポーツ少年らしくてですね、もう本来だったらもう毎日サッカーしてってしてた子たちがもう急に外に出られなくなった状況っていうのは、もう別にそれが表に出てるわけではないんですけれども、やはりすごいストレスがかかっているのではないかなとおっしゃってました。で、例えば外に出られるからといって、やはり子供を毎日ランニングに出すというわけにもいかないので、そこが結構お母様も結構悩んでいらっしゃる部分ではありました。で、その本人たちはですね、まあ、体を動かせずストレスもあると思うんですけれども、その方向がやはりゲームに行ってしまったりだとか、テレビドラマだったりとか、ゲームしてはダラダラーっと、テレビドラマ見てはダラダラーっとなってしまうことがやはり多いみたいですね。で、もちろん勉強もしてるんですけれども、やはりちょっと足りないんではないかなという意見もありました。で、まず一つ目、体を動かすといった点ではですね、私はそのものすごい激しい運動をいきなり逆にするっていうのは結構しんどいと思うんですよ。いきなり毎日習慣化してすごい運動しようって思っても、おそらく習慣化することは難しいですし、体的にも結構負担が大きいと思うので、まずはラジオ体操だったりとか、私が先日上げさせていただいた動画のプペルダンスだったりとか、そんなに難しくない動きで、しかも楽しく無理なくできる運動をまずはやっていくべきなんじゃないかなと思います。で、それが慣れてきたら、あ、ちょっとすごい筋トレしてみようかなとか、ヨガしてみようかなとか、どん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 ね、なんていうの、運動のランクをね、どん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 上げていけるような環境になったらいいんじゃないかなと思います。それで勉強の点なんですけれども、まあ今はですね、本当に YouTube だったりとかね、でオンラインの授業っていうのがすごく増えているので、ものすごくありがたい状況ではありますね。なので、どういう人が自分に合う勉強法を提示してくれてるのかなっていうのを見極めて、あ、この人の授業は分かりやすいぞって思った人のをやはり聞くのがいいかなと思います。私もね、この機会にたくさんそのオンラインの、ね、授業にお世話になっているので、ぜひこれはおすすめします。これは私のフランス語の先生に聞いたフランスの学校の話です。Zoom を使って、5人ずつの授業を行っているとある学校の素晴らしい先生がいると。で、授業もめちゃめちゃ面白いし、分かりやすいし、で、少人数にしているので、オンラインでも質問がしやすい。で、文句のつけどころが全くないっていう、そういった先生がいるらしくて、そういった学校があったりとか先生がいたりする一方で、インターネットが使えない家庭だったりとか、プリンターがない家庭だったりすると、まあ、直接課題を取りに行かないといけないんですね。で、学校に直接課題を取りに行って、で、それを家で勉強しなくてはいけないとなると、しっかり言葉で授業を受けていないので、 やはり理解がちょっとしづらかったりとかするんですね。いや、文面でしか理解ができないというのは、やはり、小学生だったりとかになると結構難しいですよね。そういうので、オンライン授業が受けられる人と受けられない人っていうので、結構その学力の差がどんどん広がっていってしまうという、問題があるみたいです。なので、今オンラインで授業がもしできる人なのであれば、自分が今ね、勉強できる環境下にあるということにですね、やはり感謝して、この期間にね、たくさん勉強していくのはいいことなのではないかなと思います。私はですね、ありがたいことに、自分が今勉強できる環境下にあるのでですね、この期間にたくさん勉強していきたいなと思っています。ということで、まだまだたくさん大変な部分だったりとか辛い面があったりすると思うんですけれども、まあ、今回はこの辺で、こういう情報が少しでも皆さんの役に立っ
ていればいいなと思っております。まあ、幸い私はですね、スカイプでの授業だったりとか、ズームを使っての、飲み会だったりとかがあるので、寂しいなと感じることもなく、宿題とか勉強とか、この今ね、始めた YouTube のですね、編集に結構追われたりしているので、暇だなと感じることもなく過ごせています。さらにこの外出規制がちょっと長引いてしまうってなってしまうと、ちょっと私の心持ちも変わってしまうとは思うんですけれども、まあ、今のところはですね、この引きこもり生活ともうまく付き合えているんじゃないかなと思っています。皆さんもずっとお家にいないといけないってなると結構気が沈んでしまったりすると思うんですけれども、日々小さな幸せを見つけていきましょう。では皆さん、アップルース。